オラッパは、ボツワナ中央に位置する都市。デブスワナ社が所有し、ボツワナダイヤモンドの首都と形容される、同国最大のダイヤモンド鉱山である、オラッパ鉱山がある。人口9531人で、労働者として移民も受け入れている。中央地区に属しているが、独自の評議会を持った独立都市とする場合がある。しかし、ボツワナ政府のホームページには記載されていないことから、 実態はないと思われる。オラパは、鉱山のために建設された都市であり、また、ダイヤモンド産業は、ボツワナの一大産業であることから、洞窟などの防犯上の理由から、町全体が、フェンスに囲まれている。またオラパは、所有者であるデブスワナからの許可がないと、基本的に町に入ることができない。無許可で侵入した場合、犯罪となる上に不法入国者と認定されることも、 ある。このように限界体制が敷かれている小さな鉱山町ではあるが、百姓の病院、従業員の子供たちが通う準備学級や四つの小学校、レストラン、スポーツクラブ、発電所と設備は充実しており、また近くには同社が所有するオラッパ空港とオラッパ自然動物保護公園がある。シティポピレーションでボツワナ。2017年10月23日閲覧。 ガブ、b BR, ローカルオーソリティズ2017年10月23日閲覧、KS エネルギー、オラッパパワープラント2017年10月23日閲覧。ありがとうございます。